はい、こんにちは。カメラマンの村瀬一です。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、近くのね、ところで、ちょっとお茶してます。今日昼間ですね、愛犬とお散歩しながら、まあ撮ったんですけど、で、自分は最近ね、ちょっと感じる写真っていうのは何だろうっていうようなこともね、考えながら、自分でもね、どうやったら感じる写真が撮れるんだろう。いつもね、こうやって歩きながら、こういうふうに物を見て、何か感じるところを撮りたいっていうふうに思ってるんですね。で、今日もいろいろ歩いて、自分でいいなと思うところを結構撮ったんですね。なかなかね、今の時期ってちょうど中途半端な時期だと思うんですよね。皆さんも写真撮るのにもなんかちょっと中途半端な時期かな。これになってね、紅葉してきてもっと色づくとね、雰囲気がすごい出てくるのに、ちょうど今、まあ、虫かもね、虫が食ったりとか、このように虫に食われてたりとかするんだけど、まあ、これもね、枯れてくるとまた雰囲気はねすごく出てくるので、まあいいですね。まあこの辺の雰囲気なんかもなんかいいですよね。これもね、少し撮ってみますね。これまた写真にすると雰囲気が変わるので、まあこの辺のところがどういうふうに変わるのかっていうのを、ぜひご覧になってください。感じる写真っていうのはね、いい写真とも言えないし、ダメな写真とも言えない。で、自分がいつもね言ってる組写真っていうことに関してのね、こう話でいくと、組写真っていうのはもう、あの、写真集でもそうだけど、木村伊兵衛賞とか撮ってる作品を見てみると分かるんですけど、まあ自分がですよ、自分のあくまでもこう見た印象なんですけど、一個だけ見てると、まあそんなにこう、なんていうのかな、感じるようなこう写真ではないんだけど、見開きで構成した時に雰囲気が変わるんですよね。それをずっとこう、その羅列をずっと見ていくと、そうするとその 一冊の本 の意味が出てくると思うんですよね。あくまでも自分の考えでいくと、その、まあ、広告の、ね、コピーってね、1行で決まるわけですよね。小説だと1冊の本で、まあ、表現するわけですよね。タイトルを、まあ、どうやって1冊で表現するかっていうことがあって、まあ、表現の仕方によってその変わるっていうことですね。まあ、広告の写真っていうのは1枚の写真で1行のコピーがあって、それによってこう表現をするっていうことが、これが1冊の写真集になってくると、1冊で何かこう丸ごと表現するっていう、その表現の仕方が違う。広告ではとても使えないような写真であったとしても、1冊にまとまった時、広告以上の力を持ってくるっていうのもあると思うんですよね。で、自分はその、まあこの作品のことに関してっていうのは、まあ昔からいろいろこう自分なりにいろいろこう解釈はしてきたんだけど、まあ自分はどっちかというと、まあ広告も目指しながら、まあ雑誌をメインとしてずっとやってきたわけですよね。表紙も含めて、まあ女性誌の中のグラビアも含めて、写真集じゃなく5ページ6ページ多くて12、3ページのものを表現するというのも、今のそのまあ雑誌業界の見てると、そんなにねページが12、3ページも撮るようなことってのはほぼなくなったんですよね。ないに等しいですよね。これっていうのも、まあ時代の流れであると思うんだけど、その中においてね、その一冊の写真集っていうのも、まあ数は少ないけど、まあ一応出てはいるんだけど、まあ圧倒的に数は少ないと思うんですよね。まあ本自体がもう本当に売れなくなってきてると。ね、まあみんなその書店に行かなくなったってこともあって、書店ももうどん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 なくなってるし、昔はそのコンビニ行けばいろんな雑誌がたくさん並んでいたんだけど、コンビニでさえその雑誌の数がもう大幅に減ってしまったってこともあると思うんですよね。昔はコンビニでね、立ち読みする人がたくさんいたんだけど、それさえもなくなったっていうね。だから本からもうかなり、あの、離れてしまったってことが現状だと思うんですよね。スマホがすごくこう流行ってきたことによって、カメラを持つ方もすごい少なくなったっていうことですよね。まあ自分が歩いていって、まあカメラを持ってる人に ほぼ出くわさないっていうかね、もう散歩してる段階ではもう出くわさない。まあ自分がこうやってね、まあ散歩するようになっ
て、自分が愛犬と散歩するときに持ち歩くのってどうしてもやっぱ軽いカメラになるから、あのライカになるわけだけど、キヤノンの一眼レフのような大きいカメラを持ち歩くというと、ちょっとねどうしてもこう自由にこう歩けなかったりとか、まあ、愛犬のこうね、安全も考えながらこういろいろ考えると、まあ、カメラはどうしてもこう軽いものになっていくと思うんですよね。ライカっていうことは、じゃあどのくらいねライカを持ってる人がいて、どれくらいの人が趣味で やられてるのかなっていう話になって、この間ある編集の方がライカって言ったら1万人ぐらいなんじゃないかと言って、そんな少ない人がライカってそんだけこうなんか狭い世界なんだろうなっていう感じがするんですよね。まあ、今のデジカメのキャノンとかニコンとか比べて、じゃあこのまあユーザーの方たちっていうのはじゃあどのくらいいるんだろうっていうふうにまあ考えるとね、まあどのくらいいるのかなってあんまり考えたことはないですけど、自分が写真学校とかに行ってた頃っていうのはもう圧倒的にカメラっていうのがブーム化してったんですよね。で、今のヨドバシカメラなんかも見てると、今のヨドバシカメラなんかね、あれだけ大きくなったけど、今はもうヨドバシカメラもヨドバシカメラって名前がついてたり、ビッグカメラって名前ついてもほぼね電化製品を売ってるまあとこになったわけですよね。で、カメラ売り場っていうのがものすごくこう小さいとこになってるわけだし、まあある意味でいけば、自分がまあ、写真学校行った頃、ヨドバシっていうのはあそこに新宿の西口のところにあったわけだけど、カメラが一切こう飾ってなかったわけですよね。あそこには商品がなく、まあそうですね、間口とすればカウンターがあって、そこでカメラ欲しいんですけどっていうと奥から出してきて販売するみたいな感じだったんですよね。で、その頃東口にサクレアってあって、カメラのサクレアってのがあって、そこは5階とか6階建てぐらいのとこあったんだけど、みんなそこで見て商品を確認をしてね、で値段も確認をして、買うのはみんなヨドバシで買ってたんですよね。ヨドバシにはもうすごい列ができて、サクレアよりもはるかにこう安い値段でどんどん売買されていった。東口のサクレアっていうのは、まあ、ヨドバシカメラのなんかこう商品の陳列する説明をまず聞いて、で東口から西口に行って、まあ、カメラを買うみたいな、そんな感じだったんですよね。それから一気にねカメラもブームになり、他に楽しみはなかったってこともあると思うんですよね。今みたいなスマホでね何でも自由に撮れる時代じゃなかったので、まあ、カメラっていうのが一気に、まあ、そこでこう増えていった。で、自分はその頃ちょうどカメラマンになって、まあこうやって一気にこうね、仕事もね、まさか自分がこれで食えるようになるなんて本当夢にも思ってなかったから、まあ自分がそのカメラマンでね、まあなる時のことをまあ振り返ってみれば、これで一体ねいくら稼げて いくら生活ができるかっていうより、まずね、まず3畳一間にいたわけだから、3畳一間6畳ぐらいでね、まあ、ちゃんと食べてくるだけの収入があればいいなぐらいな感じでいたわけですよね。で、自分はもともとはもう映画監督志望だったんだけど、映画監督なんてどうやってなっていいかなんて全くわかんない時だから、まあとりあえずそのじゃあ写真学校でまずその自分がねどういう風になっていけるか、まあそれで食えるかどうかなんて本当皆目見当もつかなかった頃だから、でもまあそれでもね夢ってのもすごく大きかったから、とにかく写真家になりたかったことになれることによって、ここへ来て50年経って、まあここへ来てねスマホができてネット社会になって、詩がね一気に疲弊してしまった。もう本当に雑誌そのものがこの先ねなくなるんじゃないかと、新聞だってなくなるんじゃないかと、新聞を読んでる人もねもう最近はほとんど見なくなったし、まあそう考える、全部スマホでね、スマホでもう全部こう見てる情報っていうのはもう全てそこで入ってくる。テレビもね、昔は、まあ、テレビの時代がね、自分がこう当時聞いていたことっていうのはテレビ局で残るのはテレビ東京ぐらいだろうなんて言われてたんですね。なんでテレビ東京なのか未だにちょっとわかんないですけど、ただ今ねもう TBS とか見ていてもわかるように、ほとんどが通販番組になってるわけですよね。で、通販番組によってまあ何でもねもう通販で買うみたいな、それでタレントさんの中にはね最近
枝切りバサミを買ってしまったとかっていう話も聞いたことあるんだけど、なんでって言ったら見ていたら買いたくなったと。でまあ表現の仕方っていうのかな、こうまあ通販番組のね司会者みたいのが、まあ、脚光を浴びる、まあ、時代でもあるわけですよね。今自分がこう考えてみてね、まあこの写真の世界っていうのは非常に難しくて、で皆さんもね写真が好きな方がこうたくさんいるわけですよね。でじゃあその写真を撮ってね、ただ撮ってこう自分でそれを眺めているだけで、まあそれだけでこう満足できるのかなっていうのはちょっとそんな気がしますよね。で自分の場合はあくまでもこの作品集っていうことをまあ最近は考えるようになったわけですね。で自分はもうタレントのまあ写真集はねもう400冊を超えるに至るまで私もかなりたくさんの仕事をしてきたけど、自分のね作品集っていうのはニコちゃんだけなんですよね。まあここへ来てスナップ感じる写真だけでね一冊の本にまとめてみたいっていう思うようになったわけだけど、まあ、野村誠一クラブによってね作品集がもうすぐこうできるんですけど、まあ、これもね最初は120ページぐらいの予定でしたけど、実際あの、まあ、最終確定でいくと280ページになるんですね。でこう280ページまでなるっていうことは、自分が当初ね120ページでもまあここに参加される方はまあそれにまあ届かないんだろうなと思っていたらね、それを上回る280ページまでこうページがこう拡大していったのを見ると、やはりその表現する場っていうのかな、朝日カメラだとかそういうカメラ雑誌もどん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 こうなくなってね来ていることを考えると、皆さんにまあ話していることっていうのはあくまでも見開きの羅列なんだと。で、まあ、写真家の人がね、まあ、写真集を出すっていうことを考えた時に、こうこの見開きの羅列によって一冊の作品集が成立してるっていうことをねもう一回こうちゃんと考えてほしいと思うんですよね。でそれによって、まあ、これが、まあ、大きく変わって、ね、これからその皆さんが撮る写真もすごい変わってくると思うし、実際こうスナップしてる写真によってね、それでいい写真を撮るためにはあのどういうものなんだと、でいい写真って何だろうって言った時に、その見開きの構成によってね、つまらない写真とつまらない写真が2枚重なった時に大きなこう魅力あるページにこう変貌を遂げていくってことも、これもね絶対覚えてほしいんですよね。今日もいいの撮れなかった、今日もいいの撮れなかったとかって思うんじゃなくて、2枚並べた時に今まで考えもしなかったようなことを覚えると思うんですよ。でこれをね野村誠一クラブの作品集が出てね、これ出たらぜひねこれも参考にしてほしいと思うんですよね。それによって見開きでもこれだけ価値があって、これだけすごいこう表現力があるんだっていうことを感じ取ってもらえれば、皆さんの撮る写真がもう大きく変わると思うんですよね。でやっぱりこの作品集っていうのは本当にね難しいんですよ。難しいから今後のねテーマにこれをしていきたいと思うんだけど、まあ簡単にね簡単に考え、いや作品って難しいな、写真撮るの難しいな、うまい写真が撮れないな、じゃないんですよ。うまい写真が撮れないなと思って撮った写真を今度はぜひねモニターで比較してほしいんですよ。2枚並べて、2枚並べた時に写真が大きくこう変化するっていうこと。で今回はねそれをテーマにして、写真がこんな2枚も重なった時に何でもない写真がこんだけ雰囲気が出るんだっていうことをね実感してほしいというわけですよね。まあ皆さんと共有していければなと思ってですね。で自分の考えてることっていうのはそれによって大きく変わるということをぜひね実感してほしいんですね。で、まあ、今回、まあ、こういうふうに写真をね並べてみて、この写真によってどれだけ変わるかっていうのも、まあ、皆さん感じ取ってほしいと思うんでということですね。また、お会いしましょう。今日はありがとうございました。はい、ね、こうやっていつもね近くをこう散歩して、まあいい場所を探しながらなんですよね。うちの近所ってねこういうところは雰囲気はあるんですよね。